皆さんこんにちは、トサの YouTuber のりょうじです。今回もなんですけれども、今ファイントラックさんの東京ベースに来ております。で、今回やりたい企画っていうところがドライレイヤー、もう根掘り葉掘り聞いてみたみたいな感じの企画をやろうかなと思ってます。で、今回ご説明いただく方が前回と同様なんですけれども、林さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃけね、私ドライレイヤーね、使ってたり使ってなかったりして、本当これいるのかってちょっと疑問があったりするんですよ。なんでドライレイヤーを使うメリットであったりとか、まあ、実際にデメリットどういうものがあるのか作り手にお話を聞くって機会はなかなかないと思いますので、今回はそういうねドライレイヤーについてもいろいろ聞いてみたいかなと思ってます。レイヤー編始まりますので、ぜひ最後までご覧ください。ドライレイヤーのね、目的っていうところをちょっとお聞きしようかなと思うんですけど、どういったようなものなんですか？ドライレイヤーは濡れから体を守るものでございます。はい、この濡れから体を守るっていうのは、やっぱ濡れちゃうとリスクがあるってことですか？そうなんですよ。私の平熱が36度なんですけれど、1度上がると熱中症が始まると言われています。はい、一度下がると低体温症が始まると言われております。あ、なんか低体温症ってやっぱ怖いってイメージありますね。そうなんですよ。はい、で、山の環境って言いますと、はい、標高が1000メートル上がるごとに気温が6度下がっていきます。そしてですね、風が1メートル吹くことによって体感気温とか1度下がると言われてます。はい、なので非常にこう体が冷えやすい環境である、平熱を保つためにですね、ドライレイヤーを着ていただくっていうのが大事なんですね。そうですね。これちなみに肌をドライじゃなかったらどんなデメリットがあるんですか？皆様よく山に行った時に、まあ、山頂で汗をかいて、はい、ぐるっと冷えが あ, ありますね、はい、あれがいわゆる汗冷えなんですけれども、はい、最悪の場合低体温症になってしまう可能性があります。水の熱伝導率は空気の約25倍と言われております。25倍も熱伝導率高いんですか？そうなんです。なので体が濡れているとですね、はい、どんどん体温が奪われていきます。はいはい、で、怖いのがですね、低体温症っていうのは気づかないうちに進行していってる。体がフラフラして動けなくなってしまって、はい、まあ、正しい判断ができなくなってしまって、トムライシとかそうでしたもんね。そうですね。最悪の場合死に至ってしまう。最悪のリスクを軽減するためにこのドライレイヤーをしていただくとがより安全っていうことなんですね。そうなんです。これちなみになんかこの熱伝導率が25倍ぐらい違うっていうのがなんか。視聴者さんも分かりやすいようになんかお見せすることってできたりするんですか？もちろんでございます。あ、じゃあちょっとそれをちょっと今からやっていこうかなと思います。はい、実験をするそうなんですけど、これが何ですか、この黒いのが？こちらがドライレイヤーですね。で、下のこの緑色のものが、はい、ベースレイヤー。ベースレイヤー、はい、で、汗をかきます。これ水で、おー、すごいですね、球体になってますね。はい、綺麗に、羽を描いてですね、汗をかじきます。はい、そして歩いた時の振動で、はい、徐々にですね、2枚目のベースレイヤーに汗を移してくれます。あ、なくなりましたね、水が。こんな感じですね。あ、下が濡れてます。はい、これ自体は濡れてないんですか？そうなんです。撥水、強い撥水加工をかけておりますので、これ自体は濡れてないですね。はい、で、下のベースレイヤーが濡れてます。はい、まずドライレイヤーを、はい、着ていただいて、その次にベースレイヤーを着ていただきます。はい、汗をかいてるとこんな感じで上にどんどん出ていく。そうですね、上にどんどん出て今いきます。今どうですか、ドライレイヤー着ていただいてます？あまり寒さは感じないです。本当ですか？で、逆にドライレイヤーを着てない場合、冷たいです。冷たいです。一瞬でわかります。はい、これが風が吹いていたりとかすると、はい、さらにですね、より寒くなる、寒く感じる。全然違いますね。ドライレイヤーがあるかないかでこの温度差があるっていうのがすごい。そうですね。悪天候時にですね、雨が降ってきてもドライレイヤーを地肌に着てるので濡れてない。はい、濡れてません。すごいですね。はい、濡れから体を守ってくれるのがドライレイヤーです。はい、ここからね、まあ、ドライレイヤーの基本が分かったっていうところで、じゃあ他社さんの撥水とか疎水とか吸汗とかいろいろな機能の、まあ、こういうドライレイヤーに似たような商品があるわけですよ。ファイントラックさんだったら撥水ですね、
撥水のドライレイヤーが何が違うのか、他社とどういうふうな違いがあるのかっていうところをね、聞いていこうかなと思います。この素材についていろいろお聞きしたいかなと思うんですけど、撥水、疎水、吸汗ウェアがあると思うんですけど、それぞれのまあメリットとか特徴とかの話聞いてもよろしいでしょうか。はい、かしこまりました。疎水性のポリプロピレンの素材のアンダーウェアがあるかと思うんですけど、はい、あの水に馴染みにくい素材であるっていうところですね、はい、ただこう皮脂とか、まあ、油には弱いっていうメリットがあります。匂いとか、はい、が出てきちゃうと。そうですね、黄ばみのがつきやすくなってしまうところがあります。ちなみに吸汗だとどういう、はい、吸汗はもう汗を吸うものですね、はいはい、なので濡れてしまいます。皆様がよく着ていただいているベースレイヤーは吸汗性です。はいはいはい、汗を吸う素材ですね。ポリエステルはポリエステルも汗を吸う加工をかけているものです。ああ、はい、そういうことなんですね。そうですね。デメリットで言うとやっぱり濡れちゃう、そうですね、っていうところで結果的にドライに保ててないっていうことなんですね、はい、そうですね。ちなみにファイントラックさんは撥水、そうです、撥水のドライレイヤーを地肌に着ていただく、こちらはもう水を弾くものです。あ、先ほどの実験の通りですね。ハスの葉っぱ、水素水吸汗があって、吸汗については完全に、まあ、濡れてしまうもの、はい、で素水っていうのは水に馴染みづらいですか。そうです、馴染みにくい、馴染みにくいけど結果的には濡れが残ってしまうというもの。はあ、で撥水については水を弾くから基本的には水が付着してないドライな状況を保ててるっていう。基本的には撥水のものがファイントラックさんに使ってて、よりドライに保てる素材っていうところで言うと、このドライレイヤーっていうのが非常に良いものっていうのはよく分かりました。ここからファイントラックさんのドライレイヤーの他のまあ特徴っていうところ、まあ、他社にない魅力っていうところをお聞きしようかなと思います。じゃあ他社にないドライレイヤーの特徴をちょっと教えていただきたいんですけど、はい、皮脂汚れがつきにくくて、はい、抗菌防臭加工をかけてますので匂いも残りづらい。ああ、やっぱでも夏山っていうとやっぱ匂いとか気になるじゃないですか。じゃあ匂いが残りづらい素材。はい、そうです。あ、はい、ベタつきとか。ベタつきも軽減してくれます。あ、私も5日間ぐらい山とか入るんで、うん、匂いが気になっちゃうんですよね、はい、それがやっぱ軽減されるっていうところで、もう男性もそうですし女性もめっちゃいいっすね。そうなんです、非常に嬉しいアイテムになっております。最後に、まあ、メリットっていうと多分ラインナップですよね。そうですね、多分他社さんだとこの上の部分、まあ、服ですね、上着はあるんですけど、あのファイントラックさんはどんな種類がですか。どうぞご覧ください。はい、見ちゃいます。そうですね、足先から手先、はい、で頭ですね、はい、タイツをございます。全身ドライレイヤーで濡れから守れる、これすごいですよね、はい。まあ、ちょっと他社さんでなんでなかったりするんですかね。ドライに体を保つっていうのは別に上半身だけじゃないじゃないですか、そうですね、考えとして、はい、そうですね。こちらはポリエステルの、まあ、薄い生地だから実現できることです。ってことはなかなかこの生地とかじゃないとできないんですか。そうなんです、この生地はですね、特殊なこう織物の機械で、はい、織り込んでおりまして、はい、これはですね、もう弊社でしかできない技術でございます。めちゃくちゃ薄いですもんね。そうですね、でこの薄さだからソックスもできますし、はい、グローブもできます。これがやっぱメイドインジャパンの力という。そうです、力です。ちょっといろいろ教えていただいたんですけど、もうメリットしかないなって思っちゃうんですけど、視聴者さんが多分聞きたいことって、本当メリットだけなのっていうのを聞きたいですね。もうすごい聞きづらいんですけど、デメリットは何か、ちょっと聞いてみたいと思います。すみません、聞きづらいんですけど、ファイントラックさんのこのドライレイヤー、デメリットってあるんですか。あの、デメリットはございません。ございないですか、はい、ないです、はい。ただ、ただあのこうデメリットを感じていらっしゃる方もいらっしゃるかもしれません。そういった場合はもしかしたらフィッティングが合ってないかもしれないですね。これってフィッティングってどういう風なのがぴったりの方がいいんですか。そうなんです。できる限りぴったり着ていただいた方がその分汗の通りも良くなります。登山のアンダーウェアだからといってゆったりめがいいわっていうゆったりめを着てしまうとですね、その分汗が吸わないのか。悪くとか、そうか。なの
でできるだけぴったりのきつくない程度に着ていただくとより効果が、はい、実感できるかと思います。あ、でもこれもう一個私気づいちゃったんですけど、これってこういう袋に入ってるじゃないですか、はい、普通の販売店さんだとこれ試着できないですよね。できないところもやっぱありますよね。このご時世あるかもしれません。だからやっぱサイズ感選びっていうところが、はい、着れないところでやっちゃうとちょっと難しいかなっていうところがデメリットというと、ね、はい、合わせていただくのは、はい、こちらのパッケージの裏にもあるようにチェストで選んでいただくと、はい、いいかと思います。ちなみにこの東京ベースとかファイントラックさんの直営店っていうところはご試着可能でございます。一つの商品だけどここまで話を聞くことができる、まあ、奥深いですね。肌を守るっていうことの大切さすごく勉強になりました。今日買って帰ります。お願いします。ちょっとこれだけラインナップがあるんでちょっと全部買いたいけどね、お金的にちょっと厳しいんですけど、夏でも冬でも汗をかくっていうことで、特に夏でもやっぱ低体温症になっちゃったりオールシーズン必要なものっていうことですね。はい、ちなみに冬と夏って同じなんですか？通年使えるアイテムがこちらのドライエアベーシックでございます。暑い時期だったりとか、まあ、激しいこう汗をたくさんかくようなランニングであったりとか、自転車になってくると、はい、こういったドライエアクールという接触冷感のある涼しいドライエア。そうです。フレアウォームっていう傘型になっていて、あったかいドライエアもございます。季節によってドライレイヤーも変わってくる。そうですね、まあ、好みの部分もあるかなと思います。そうですね、お客様自身でお選びいただけるのがドライレイヤーです。肌をドライにするっていうこのファイントラックさん、もう最後ですけど言っておきます、これ案件じゃないですからね、間違えてください。本当にいいなっていう商品だなって私思いましたので、ぜひねお試しいただきたいかなと思います。じゃあ今回ファイントラックさんのドライレイヤー聞いてみました、細かく聞いてみました。これで以上にしたいかなと思います。今回もご説明いただいてありがとうございます。ありがとうございます、最終回が春夏おすすめベスト5なのでお楽しみください。じゃあねー。